こんにちは、翔太です。なんとですね、ブラウザ版で周り見ることができました。先ほどですね、私15分ですね、メンテナンスが遅れるっていう風な動画を撮ったんですけど、ちょっともうそちらは上げないでおこうかなと思います。周りにですね、やってきます。終焉と永久の書、すごい名前やな。じゃあまずですね、こちらのキャラクター、奥義めっちゃ優秀ですね。バリア崩壊めっちゃ持ってるようなキャラクターになります。でですね、見ていきますか。まず MR の、武器ですね、見ていきます。攻撃力 21%、体力値レベルかける280、防術防御貫通1100という風になっております。体力がついているんで、耐久面をですね、鍛えるのであれば、こちらの MR というか武器ですね、ちゃんと作ってあげないといけないんですけど、火力として見るのであれば、無理に作る必要はないと思いますので、メインキャラクターとして使わないのであれば、ぶっちゃけなくても問題ないのかなというふうに思いました。で、UR1000 の武器が攻撃力 19%、体力値レベル ×260、砲術防御貫通1000というふうになっています。それではですね、見ていきましょうか。やっぱり MR1000 でしたね、このキャラクター。それではですね、ちょっと懐かしい感じになってますけど、見ていこうかなと思います。なんかいろいろ書いてあるないろいろ書いてあるけど、パッと見あれ、封印があるから、でもスキル2か、スキル2はスキル2でありだな。はい、それではですね、見ていこうと思います。まずパッシブから見ていきます。攻撃力 65%、 やっぱ高いな。命中時レベルかける380。で、次が HP65%、 上体重耐性が 80% は微妙やな、正直微妙ですね。もう 150% ぐらいないと話にならないかなと、話にならんことはないけど、思いますね。上体重耐性無視 100% のキャラクターがなんやかんや多いと思うんで、それを考えると 80% っていうのはちょっと頼りにならないのかなというふうに思いました。で、知力値の2倍分筋力ダメージを買ったですね。で、次、精霊覚醒あるようなものになっているんですけど、やっぱり精霊覚醒っていうのは、何が精霊覚醒なんやろうな。自身が場内にいるとき、味方が知力値の2倍分筋力ダメージを買うと、ここが精霊覚醒かなと思ってるんですけど、次は、出陣時自身が4ターン内で玉壁状態になる。4ターンも玉壁状態になるんですね。これは、1ターンにつき1回ですね、攻撃を無効化してくれるものになりますんで、4回ですね、攻撃を無効化してくれると。どうなるんやろ。で、6ターン内だ、放心状態、これは新しいな。知力値が増加、受けるダメージが減少、残りターン数が高いほど効果が高くなる。残りターン数はターンの経過に影響されない、ということ減らないってこと、ちょっと分かりにくいけど、ちょっと待ってよ、なんか書いてあるな。知力値が 25% から 70% 増加するみたいなんで、知力値が、70% までいくと高いですね。デフォルトで6ターンなんで、45% が10ターンなんで、だいたい 50% でいいのかな、50% ぐらい知力値が上がった状態でスタートするみたいですね。で、受けるダメージも 25% から 70% 減少なんで、こちらもですね、 50% ぐらいダメージカットした状態で登場すると。70% なら強いか。で、放心状態中は味方の、すごいじゃないですか、影光と血清は解除されない。血清、このキャラクターつけることができるってこと？つけられないのね。ブリュンヒルドとかその辺と一緒に使ってくださいって感じなんですね。で、自身 HP 上限 10% より高いダメージを受けるたびに2ターンなんで自身が影光状態になる。すごっ残り MP の8倍。ここはちょっと控えめですけど、すごいですね。受けるダメージが 30% から 60% カットで、自身の残り HP が低いほどダメージ減少が多くなる。毎ターン2回まで発動可能。なるほど、毎ターン2回か。で、そうか。ということは、実質80%。最大70と60なんで、88% ダメージカットまでいくのかな。
というふうに思いますんで、結構強いですね、ダメージカット率は。まあまあそこまではいかないですけど、影光の特性上。で自身が致命ダメージを与えたとき方針のターンがプラス2と、まあ、ちょっとこれは火力次第なところがありますね。で自身が致命傷を受けたとき方針状態のを一ターン消費し、で最初1ターンとなるってことは、これターン消費しなくても、あの1ターンでも致命ダメージ無視による復活ができるようになるってことですよねいや強いな。で、自身の異常状態は全て解除し、40% の HP を回復か。 40% がそうでもないですね。で一旦の間夢中状態になる。でこの効果は4回まで発動可能なんで、ここだけ見ると、まあ、正直あれですね、モーガンの上位互換といっても差し支えないかなと思います。モーガンは夢中になれる代わりに1ターンに1回しか復活、致命ダメージ無視の復活ができなかったんですけど、こちらその辺は関係なくですね復活できるみたいです。残りターン数はターン経過に影響されない、これ減らないってことだと思うんですよね多分。なんで6ターンから減ることはないんじゃないかなと思います。まあ、致命ダメージによる復活時に1ターン消費されるだけで、まあ、自然となくなることはないのかなと思いますね。で知力値レベル ×360、防御貫通がレベル ×15 と、で知力値の3倍分攻撃力ダメージをカットすることができるようなものになっております。それではですね、見ていきますか。スキル、正直ですね、今のところは私はそうでもないかなと思っています。まあ影光は強いとは思うんですけど、まあ影光は強いとは思うんですけど、どうなんかな、そんなに強くないような今のところはしてます。ぶっ壊れてるかって言われるとぶっ壊れてないと思いますね。で、スキル見ていきます。まずスキル1が敵本命を3回攻撃し、あ、なんか最近よくあるパターンの攻撃になりますね。まあ、範囲攻撃の複数回攻撃と。で、毎回800から2000%の砲術ダメージと、8倍筋力、知力値の8倍から20倍。で、実際攻撃した人数が少ないほどダメージが高くなる。まあ、これはですね、1巡目、2巡目、3巡目っていう感じで、まあ、その何巡目のですね、最初の攻撃時に、敵の人数が4名、3名、2名となっていったら火力が上がっていくというふうな感じになってます。で毎回攻撃前敵が封魂状態、何これ、敵が封魂状態の場合必ず会心攻撃が発生と。で自身の知力値が敵より高い場合 100% の確率で敵の有益状態あるいは生後状態を1つ解除。まあ、知力値は基本的に勝つでしょうね。あの先ほどの何でしたっけ、方針状態ですね。でこれで知力値が 50% は少なくとも上がっていると思うので、まあ、対帰国士で考えても、まあ、こちら、まあ、帰国士が来てようやくですね、まあ、張り合える知力値のキャラクターなのかなというふうな感じです。他のキャラクターには基本的にですね、無視できるような、知力値勝負はもうほとんど勝つかなというふうに思います。だただこれ弱いな、有益状態あるいは生後状態1つ解除か1つだけか、まあ、せめてもうあるいはじゃなくてどっちも解除ならいいのに、あ、ここはちょっと変に調整入ってますね。で自身がそのダメージの 100% の HP を回復と、これは文章的に知力値で勝っていないと回復はできなそうですね。で毎回攻撃後100% の確率で6ターン長、6ターン内で封魂状態、何これ罪悪じゃないの、この色って何、何これ、1ターン手箱、手箱じゃないの、罪悪なのこれ、何封魂って、何これあ、そういうこと、なんか新しいの増えてるんだけど何薬剤状態って、ちょっと待って、薬剤状態って何これ、サイレントすぎるんだけど嘘でしょ。あとあと薬剤状態は戦闘に不利な状態ですが異常状態に含まれない、マジで、そんな特殊状態の敵、あ、罪悪バージョンってことね、なるほど。敵を封魂状態にするで、封魂って何、HP 吸収が減少、毎ターンおよび毎回攻撃後追加で HP 減少で、減少量は封魂が付与された
空魂が付与されたスキルダメージ 50% 分、あ、燃焼みたいな感じか、復活後も解除不可、めんどくせえな。残りターン数はターンの経過に影響されない。え、じゃあ300% 確実に食らうってことか。あ、そう、まあ実質そういうことですよね。毎回攻撃後、あ、そういうことですよね。風魂のターン数がマイナス1歳、これ連続攻撃とかでも減っていくのかな。ちょっとその辺はちょっとよくわかんないですけど、まあ、300% 分のダメージは受けるってことですね。なるほど。で、HP 吸収 150% 減少なんで、実質あれですね実質あれですね、流血ですね。実質、あ、まあ実質流血ではないか、味方からの回復とかもありますもんね。 HP 吸収はまあ実質もう見込めないという風な感じです。で、全ての攻撃を味方6名を4ターンの間霊王聖護にして、2ターンの間火影光聖護にすると。なるほどなるほど。で、自身残り MP の12倍のダメージを吸収で、受けるダメージが30から 60% 減少。これはそんなに強くないか。自身の残り HP パーセンテージが低いほどダメージ減少が多くなると。あ、ちょっとなんか新しい要素入れてきよったな。まあでも、あ、どうなんだろう、そんなに強くないような気はするけどな。で、敵が風魂状態だったら必ずクリティカルが出るようになるみたいですね。でもこのキャラクター自身はあれですね、砲術会心ダメージとかもないので、クリティカルが出たところで感はありますし、ちょっと待って、状態上耐性ですよねこれ。状態上耐性無視もないので、あ、状態上耐性とかじゃないのかなこれって、もしかしてえ、どうなん、あ、そういうこと、状態上耐性関係ない、それならやばいな状態上じゃないもんね、さっきのを見るに。副作状態は異常状態ではない。状態上耐性無視の2つのステータスに影響されません。確定か。あ、やば。あ、壊れた、壊れた、壊れた。あ、これはぶっ壊れっすわ。失礼しました。いや、マジで4組に付与しちゃうんでしょ。しかもこれ。やば。気持ち悪。え、てか、てか、実質もこれ全体攻撃みたいなもんですよね。やば。気持ち悪。で、次が知力値と攻撃力ダメなんですけど、あ、でもこっちは罪悪のオンパレードなんですね。でもこっちは状態上耐性無視がないんで、正直微妙ですよね。ある、状態上耐性無視なんかこの辺でついたりとかしないっすよね。ないよね、ないよね。あ、ちょっと待って、スキルにあるか、さすがに。あ、スキルにあるわ敵の6名を2回攻撃なんで、まあ、全体の2回攻撃ですね。で、800% から 1600% の砲術ダメージ、知力値の10倍から20倍と、攻撃、あ、攻撃力なんや。ここはちょっと弱いな。80から 160% のダメージと。で、敵生存者が少ないほどダメージが高くなる。で、攻撃後、場内、敵生存者が1名の場合、その敵を4回追加攻撃する。これは難しくない?まあ、できたら嬉しいけど、これは難しいと思うぞ、さすがに。で、毎回攻撃前 100% の確率で3ターンの間敵を風破罪悪にすると、まあ、スキル2なんでどうなのってところはありますけど、まあ、敵を絶対全員風破にすることができる。で、受けるダメージを 50% 増加させて、風破も希望士に会心攻撃される確率が増えますよね。で、自身の知力値が敵より高い場合、敵の状態上耐性を 100% 無視と、まあ、ここにはさすがにあるか。で、毎回攻撃後 100% の確率で3ターン内で流血罪悪にさせ、 35% の確率で2ターン内で敵を封印罪悪にすると。はい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 。この状態上耐性を 100% 無視は、この罪悪3つ全てにかかるのか、風波だけにかかるのかな。文章的には風波だけにかかりそうな気はする。あ、いや、違うか。自身の知力値がしか書いてへんもんな。まあ、状態上耐性無視全部にかかってるならかなり強いですね。で、敵が風魂状態の場合は確率 100% で、さらに封印罪悪も付与することができるんで、一気にですね、3つも罪悪状態を付与することができるっていうところはめちゃめちゃ強いと思います。で、まあ、風魂的、なんかもう解除も復
活でも解除できないって書いてあるんで、あの基本的にはですね、生き残っていればもう残っちゃってるのかなというふうに思います。異常状態でもないので致命ダメージ無視による回復もないです。なので、まあ、敵が生き残っていればですね、封印流血なり封印、まあ、封印か特に封印も付与できるのかなというふうに思います。でこの封印罪悪の効果としては毎ターン知力値に36倍分の HP を減少で、全ての攻撃を4ターンの間味方全体を危機成功だったかなにすると 3.5倍、知力値の 3.5 倍分攻撃力ダメージをカットというふうなものになっていますね。いや、あ、でも HP 吸収完全に封じちゃうってことか、このキャラクターがいると。あー強そうだな、なんか、いや強いな、なんか別の方向で強いですね。なんかぶっ壊れって言われるとそうでもないかなと思うんですけど、今後来る、いやちょっと厄災状態っていうのが増えたっていうのがやばいところですね、正直。いやこれはやばい、本当にやばいと思います。マジか、いやそういうことしてくる、これもうどうしようもないものになってきますもんね、封魂状態。いやなんかちょっとドッと疲れましたね。正直ですね、取るか取らないかで言うと強いとは思うんですけどって感じですね。強いとは思いますが、なんか壊れではないかなと思います。まあこの封魂状態がどれぐらい悪さをするかっていうと、そんなにまあ、めちゃめちゃ悪さするわけではない感じかなと思いますんで、まあ、今回の、まあ、ちょっと今後の壊れのですね、見え隠れする点としては、特殊状態とかのターン数が減らなくなったっていうところかなと思いますね。うん。まあ、スキル1、スキル2ですね、火力はそれなりには高いとは思うんですけど、いや、高いか。めちゃめちゃ高いなとは思うんですけど、まあ、言うてもどっちも半円攻撃っていうところもあるんで、まあ、めちゃめちゃ怠慢とかになったらですね、あんまり活躍できないかなというふうに思いますね。うん。なんで正直取らなくてもいいかなっていうのが私の中での結論ではあるかと思いますが、まあ、まあそれでもですね、今着ているキャラクターの中では圧倒的に強力なキャラクターとなっているんで、まあ、私もですね、陽気比を取るか周りを取るかちょっと考えようかなとは思うんですけど、まあ、個人的には陽気比を取った方がいいんじゃないかなというふうに思いました。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも高知少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。